リオグランデ共和国は1840年1月17日から11月6日まで北米のテキサス共和国とメキシコの間に短い間存在した国家。10年間のメキシコ独立戦争の後、メキシコは1821年にスペイン王国から独立を勝ち取った。君主制が短命に終わり、メキシコは1824年に1824年、 メキシコ憲法を採用し、アメリカ合衆国と同様の連邦共和制のメキシコ合衆国を設立する。1833年、サンタアーナ将軍は初めて大統領として選出された。選挙の時点では、彼は連邦共和制を支持していたが、その後憲法を中断させて議会を解散し、中央集権的な政府を作ることで権力の中枢を 自分のものにした。すぐにメキシコは独裁政治となり、メキシコの個々の州はその権利を保持するために、中央政府への反発を強めた。すでに1836年には、テキサス共和国が独立を宣言していた。1840年に1月17日、憲法制定会議はラレド近くのオルベニアランチで開催された。コアウイラ、ヌエボレオン。 タマウリパスの各州がメキシコから脱退し、ラレドに首都を置いて、自身の連邦共和国を形成することがここで決められた。大統領には、ヘッスデカルデナスが就任した。リオグランデ共和国は、コアウラ、ヌエボレオン、タマウリパスの以前の宗教をもとに領土を主張した。テキサス共和国がその領土の南の境界を、 リオグランデ川と主張していたが、当時リオグランデ川の北に住んでいた人々は、メキシコ人を辞任していた。ナレド近くの憲法制定会議では、タマウリパスの北の境界は、ヌエセス川で、コアウイラの北の境界は、メディナ川上流と制定した。南のリオグランデ川までの、このエリアはすでに、テキサス共和国とメキシコの間で所有権の紛争があった。 1840年1月の時点で、リオグランデ共和国はこのエリアの3分の1を主張した。憲法制定会議の後、安全上の理由で政府は一時的にタマウリパス州のゲレロに移動した。1840年3月のノレロスの戦い後、政府はテキサス共和国のビクトリアに亡命し、そこでリオグランデ共和国は同年崩壊するまで存在した。 現在は、リオグランデ共和国の国会議事堂の一部が、テキサス州ラレドにある博物館として使用されていて、短命で終わった共和国の写真と歴史が展示されている。リオグランデ共和国司令官のアントニオ・カナレス・ロシリョと、メキシコ司令官のマリアノ・アリスタのそれぞれの軍隊は、1840年3月24日と25日に、コアウイラシュ・モレロスで戦闘をした。 メキシコの中央政府軍は、リオグランデ軍を破った。この敗北で、騎兵隊司令官のアントニオ・ザパタ大佐を含む23名の、共和国の騎兵の裁判と処刑が実行された。モレロスの戦いを生き残ったカナレス司令官と、リオグランデ軍の兵士は、テキサス共和国のサンアントニオに逃れて、難を避けた。テキサスがメキシコからの独立を求めた理由は、コアウイラ。 ヌエボレオン、タマウリパスの州が独立を求めていた理由と基本的には同様だった。カナレス司令官は彼が戦った新しい共和国の認識を広めるためにテキサス中を旅することで同様の考えを持った人々の土地にいるということをうまく活用した。彼はテキサス人にリオグランデ共和国のために戦う志願兵を募集もした。 カナレス司令官は1840年4月の中旬にテキサス共和国の首都オスティにいてそこで大統領のミラボービー・ラマーと会合したラマー大統領は個人的には新しい共和国の行動を支持したが公認することはメキシコからの独立のテキサス共和国自らの承認を確保する努力の妨げになると感じたと言われている カナレス司令官はオースティンを去り5月2日にヒューストンへ向かい、引き続き認識を広めて、志願兵を探した。テキサス共和国からの公認を得ることができなかったが、カナレス司令官の旅は少なからず成功を得た。6月1日、彼はリオグランデ共和国の軍が再編成されていたサンパトリシオへ到着した。リオグランデ共和国の300名の市民に加えて、 軍には140名のテキサス人と80名のインディアンの主眼兵が含まれていた。テキサス人の主眼兵はサムエル・ W 上段大佐が率いた。6月下旬、カナレス司令官は上段大佐とおよそ90名のテキサス人に主眼兵を南の軽装地域へ派遣した。彼らはリオグランデ川を渡り、タマウリパスの首都シウダー・ビクトリアを何の構想もなく占拠した。 ジョーダン大佐をガイドしていた者の,の数名はまだメキシコの中央集権政府に忠実でテキサス人たちをメキシコ軍が待ち伏せていたサンルイスポトシへと向かわせようとした。ジョーダン大佐はこれを疑って彼の部隊をコアウイラ州サルティヨへと迂回させ、そこで10月25日メキシコ軍司令官のラファエル・バスケスに攻撃された。 彼の部隊の一部は脱走したという事実にもかかわらず、冗談大佐は自らを守ることができ、テキサスへと戻った。11月、カナレス司令官の代表団とアリスタ将軍は戦争を議論するために会合を開いた。この会合の間、メキシコ政府はカナレス将軍にリオグランデ共和国の大義を捨てる代わりに、メキシコ軍の順序の地位を与えることを打診した。 11月6日、カナレス司令官は、この打診を受け入れた。この出来事によって、リオグランデ共和国は消滅した。リオグランデ共和国の旗は、ホイストの赤い地色に沿って均等に3つの白い星があしらわれている。3つの星は、脱退した3つの州を表している。フライは、上側が白で、下側が黒である。 同じ理想のために戦っていたテキサス共和国のローンスターと同様だが、これは故意に設計された。リオグランデ共和国の領域は、現在はリオグランデ川を境に、北側がアメリカ合衆国、南側がメキシコ合衆国の領土となっている。テキサス州ザパタ軍とザパタの町は、リオグランデ共和国の騎兵隊司令官のアントニオ、 ザパタ大佐の名前に由来している。リオグランデ共和国国会議事堂博物館はテキサス州ラレドに位置している。6つの旗に加えて地元市ラレドモーニングタイムズはそれに7つ目のリオグランデ共和国の旗を追加している。リオグランデ共和国独立の翌年1841年にはメキシコ南東部のユカタン半島でユカタン共和国の独立が宣言され、 1847年まで存続した。ありがとうございます。